オーブナは、フランス、オーベルニュローヌ・アルプチー圏、県、アルデシュ県のコミューン。オーブナ城オーブナは、ラテン語で、アルベネット、コーク語でアルバナズと呼ばれていた。このアルブの語源は、標高を表しており、都市の名になった。アルデシュ県中央の谷を見渡す、白亜室の崖の上にある、重要な戦略上の地、オーブナの町を示している。その代償として、町は、 どの水源からも距離がある。大船は19世紀に外部の水源から水が引かれ街中に50箇所以上の泉が散在されるまで水のない町として長く知られてきた。1863年6月28日、当時の市長ジャンマトン主導のもと長く待ち望まれた事態が起きたのである。突端の足元を通るモンテリマールルピュイアンブレカンの道は 古いローの川谷とオーベルニュ地方の頂の間にある交通の要である。アルデシュ南部とアルデシュベルトの間にあるこの絶好の状況は農業、経済、生活様式の異なるタイプの間で必要な交差点となっている。5世紀から丘は代々のルピー主教と地元民たちの間で軍事施設建設のための粘り強い争いの対象となってきた。 最終的にルピュイ主教が長い対立の勝利者となり、1084年にこの新たな領地がモントロール男爵の宝土として授けられた。1441年まで大船を治めたモントロール男爵家は、塔と城壁、周囲を堀で囲んだ2本の円柱塔を持つ城を建設した。したがって大船住民が都市の経済成長が 領主に元を発して、モントロールの都市と呼ぶというだけでなく、むしろ住民の社会的、具体的な成長に元を発している。彼らのモットーは、最高のモントロールであった。ルネサンス時代、オーブナは、新京都の町となった。第3次ユグノー戦争後、オーブナは王軍をその城壁内に立ち入らせなかった。しかし、モントロール公爵夫人の夫で、フランス元帥のジャンバティストドルナの、 FR は1628年から最初に、彼は500人の兵士たちを、大船、バルレバンやその周辺に露骨に配置し、毎週日曜日のミサに異端者の群れを強制的に導く指令を出した。これによって1629年、これら都市での再改修は完了した。ありがとうございます。